はい、どうもエンタのゲームインザボックス、引き続きファミコンリミックス1プラス2のファミコンリミックス1をやっていきます。さあリミックス2ステージの、ステージ13まで来ました。引き続きやっていきます。落ちてくる樽を壊そう。はいはいはい、あ、こういうことね。コインを取ろう。とりあえずこいつ倒す。倒してこれか、コインこれか。よし、野菜を全部取ろう。おい、続けよ続けよ。左から行った方がいいなこれ。左から行こう。はいはい、続け続けなんかね、もうすぐスタートボタン押しちゃう癖がついたな。まあそれだけ私はミスをしてきたということですよ。はいはいはい、オッケーオッケー。加速が悪いな。逃しとるかな。はいはい、もう一回もう一回。はい、オッケー、コインを取ろう。よし、違う、オッケー、野菜を全部取ろう。全部取ってかなあかんってことかな。おい、ここら辺全部取った方がいいんかな、それともスピードでカバーする。取れてないし、全然取れてないし。よし、来ましたよ、ここまで来ましたよ。OK、 この20枚つのがようわからんな。取ってった方がいいんかこういうの。滑るな、めちゃくちゃ滑るわこれ。まあいいや、星3つ取ったからいいか。もう相当黙り込んでた。イラつきがすごかった、このステージ。なかなかイラついてましたね、今。正直、今のステージはクソ面白くなかったです。やっぱ当たり外れありますね、これ、ステージ1個1個に。もうだって、リュウキ君もなんかもう、わけわからんもんね。ほら、もう皆さんの投稿が荒れてるもん。だからどれだけこのステージがクソだったかっていうのをね、物語ってますよ皆さんのミーバースが。じゃあ次行きましょう、ステージ14。あ、そっか、強制スクロール、しかも滑る。
あー、そういうことか。わかったわかった。できるだけ敵の集まるタイミングでポーを押そう。はい、カニを回しておいて。あー、カニが来ちゃって。カニ一回転させておかないとね。このタイミングでポー、やっちゃったな。カニを一回転させて、カニ回転さすときにこいつが回ってったらダメなんだよな。なんだ今のクソみたいなプレイは本当に。カニを半回転するタイミングでこいつが回ってるからダメなんだよな。オッケー、邪魔だな。こうしておいて、このポーステポーして、これでどうだどうだ、これでどうだ。オッケー、レインボー来たー、シャイシャシャイどんなテンション投げ方やん。うわ、ミーバスないどんなミーバス来るやろとか思ってミー構えてたらない。はい、じゃあステージ15、風船20個全部割ろう。はいはいはい、それはもう別に遠くなっても大丈夫ですよ。はいはい、それは大丈夫大丈夫。はいはい、見えてますから私は。はい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 、はい、オッケーオッケーオッケー、はい、いったいった。まあ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 、いいいいいい、大丈夫大丈夫。メガーって言って、ムスか、ムスカ兄さん。さあ次は ごめんなさい、ノーコメントで。これはこれは意味がわからない、意味がわからないことを言うのも嫌だ。バルーンファイト難しいわって。うん、確かに難しかった。これはまあそういうことですかね。ステージ16、2台以内でグリーンに乗せよう。うわ、風14メートルも風吹いてるで。あ、ダメや、これ絶対ダメや。これでどうや。 あんま風の影響って受けないもんなんだな。そうか、やっぱこうしてこう打ったらいいんかな。めっちゃ曲がるな、なんで風に勝つん。あー、間違えた、曲げとかな、向きを曲げて。これでどうだ。 OBこっから見たら全然グリーンやねんけど。こういったやろ。 OK、 フェアウェイ。これまず、あ、矢印の位置がわからんかったもんね。いや、1番4番5番アイアンぐらいでいいんじゃん。
9番アイアン。あー2台内じゃないなそっか、8番か7番ぐらいじゃないとあかんかったかな。はいはいはい、うまい。7番アイアンでいきましょうか。じゃあどうだ。あー飛びすぎちゃってるな。7番じゃない、7番じゃないとなると、はいはい、1打目はうまくいくようになって8番で、じゃあ重き打ってみよう。 OK 乗った乗った。アイアンぐらいになるとやっぱ風の影響を受けるってことですね。ドライバーよりも受けるってことだ。どうだ。お、ほぼ乗ってるよこれ。サンドウィッチ OK 乗った。さあ次ラストステージ、ラストステージ、2台内に乗せよう。これはどこに乗せるべきなんだろう。右の小島かな、右の小島乗せようか。難しいであれの乗せんの。ああ乗った、よっしゃしゃしゃ、うまい、めっちゃうまいよ今ので。何番でいくかやな。9番、8番アイアンぐらいでいこうか。あー飛びすぎてる、ウォーターハザード。そっか9番じゃあかん。いこうか。あー風の影響はあんま受けんかった。あまた同じパターン。じゃあ続けよ続けよ、ここまで来たんだから続けよこのクソ難しいゴルフをここまで来たんだからやりましょう、続けて。うわーいけるか、乗ってるんじゃないですか。今雲で隠してたけど実は乗ってたでしょ今の。ずっと同じ映像をごめんなさいね。できればあの白い位置よりも左に打ちたいんですけど、うまいこといかないですね。これでいった、これでいった、オッケー。さあこれを9番アイアンでいきましょうか。じゃあ9番アイアンで打ち込もう。あー強いか、乗ってない、乗ってないか。まあくそー、てるからサクッといきましょうね、サクッといきましょうね分かった分かった、これいったでしょ、これ乗るわ。これね、これ9番アイアンがね難しいの。めっちゃ緊張してたもん今のもうプレッシャーがすごかった。これは乗るでしょ。あー曲がりすぎるパターンか。ラストチャンス、世界不思議発見みたいなね。世界に不思議も何もないですよこんなの、こんなんじゃダメで。あダメだ、これ乗ってないわ。はい分かってますよ、打った瞬間に分かってたから乗らないこと。これ乗るね。はい
これを9番で入れるか8番で入れるかだね。9番。うわー、強すぎる。乗ったでしょ。あ、手前か。手前すぎるわ。弱すぎた。やばい、もうラストチャンスや。乗ったんじゃないですか。乗ってないか。乗ったんじゃないですか。おい、止まれよ。普段よく止まんのにね。フェアウェイですぐ止まんだよ、ボールが。このゲームは特に転がろうとしないからね、フェアウェイで。これをこの読み方わかんない PW でいこう。行ってまい。乗ってない。強すぎたか。 PW やったら強すぎるんだ。まだ強すぎるの。ああ、乗らないわ、これ間違えた。乗った乗った。これを PW でちょっと弱めに打とう。俺そんなプレッシャーに耐えれるかな。なあ、プレッシャーに負けた。あー、弱いか。弱いわ。PW で弱めに打つね。いったよ。よっしゃしゃしゃ。やっとや、やっと。オッケー、レインボーつきましたね。いやー、苦労した。ここは苦労した。この人変です。変なんです。そうです、私が変なおじさんです。言わされた、言わされたわ。チャーシューメン。なんであの豚の人が持ってんの。一番ダブい、うん、まあまあこれやり方だね。やり方の説明だね。リンクよ、あんたバカだ。そうね、そういう汚い言葉でね、人を蔑むことはダメだよ、うん、ということで、じゃあ次回はこの続きからやっていきたいと思います。エンタのゲームインザボックス、ご視聴ありがとうございました。